ポケモンのせいで肺に穴が開いた男。僕の友達にポケモンを愛するがあまり肺に穴を開けてしまったゴンゼットという狂人がいるので紹介します。時は遡り、ポケモンスクラップ2016。対象のポケモンパンに封入されているコードを複数枚集めることでレアポケモンをゲットすることができる。その中でもサンダーの夢特性が有用ということで、ポケモン廃人ならなんとか手に入れたい。ところではあるんだけど、ゴンゼットくんなぜかこのサンダーを約20匹も手に入れようとしたらしい。単純計算で約240個のポケモンパンに加え、他のポケモンも回収してたことで1日8個のポケモンパン生活を約2ヶ月弱続けてたらしい。さらに対象のパンがほぼ甘いものしかないという地獄のようなラインナップのせいで、栄養の偏りと過剰なストレスを受けることとなる。もうやめて。サンダーの特殊能力が静電気だからって、生活のすべてをポケモンパンに侵食されたら、闇のゲームのポケモンと繋がってるゴンゼットの精神まで燃え尽きちゃう。お願い、入院はしないでゴンゼット。あなたが今ここで倒れたら、手に入れた20匹のサンダーとの約束はどうなっちゃうの？肺はまだ耐えてる。ここを耐えれば対戦で勝てるんだから。次回、ゴンゼット入院デュエルスタンバイ。